亀戸水神社は、香川県高松市加谷屋町にある神社。陶器町の宗教法人名称は、水神社。高松市中心部、番町交差点にほど近い国道11号高松、北バイパスの裏路地に位置する。敷地は狭く、都心に位置するだけあって、周囲をビルに囲まれている。1644年、高松藩主、松平頼重が亀戸の神として創建。 2001年、当社の場所は、高松丸亀町商店街 G ガイク第一種市街地、再開発事業の敷地に指定された。そのため2010年春には社の一切が撤去され、2012年4月には、亀井戸跡も含めた、この一帯に再開発ビルが完成する。これにより当社は、現在地より南の国道11号に面した一角に移転して、再建される。 当社の根源となっている亀井戸とは、江戸時代に高松城下町の水源となっていた井戸である。この井戸跡は、当社敷地も含め国道11号の敷地にまで及び、平面の形は北西宮を斜めに描いた長方形であった。また、天保年間頃に描かれた高松新井戸水、元波水がかりそうえずによると、その規模は南北約61.7メートル。 東西約16.0メートルであったことから、池のように大規模な井戸であった。亀井戸の名称の由来は、湧き水の出る穴が亀型をしており、亀井冷戦と呼ばれたことによる。この井戸が元となって付近には、亀井町という地名が残っている7月11日から、住所表記が変わり、当社所在地の北亀井町は、舵屋町の一部へ組み入れられ、残る南亀井町はターンに、 亀井町と解消された。ありがとうございます。